注意ください。Please stand clear of the closing doors.はい、皆さんこんにちは、Kです。今東京の新橋に来ております。昨日、超コスパ最強なもうラグジュアリー夜行バスで来て、昼から上野のアメ横で、センブルはしご酒をしたので、その動画と合わせてよかったら見てください。もう明日帰るんやけど、今から宿に向かいたいと思います。そのお宿がもう先に値段言おうかな、3000円でファーストクラスの、お部屋に泊まれる近未来型のカプセルホテル、そちらに向かいたいと思います。ありました、ファーストキャビン。なんか結構路地裏というかオフィスビル、マンション立ち並んどるところにポツンとある感じ。じゃーん、すごい、カフェバーとかあるんや。おでんとかお酒とかカフェもある。6階でございます。多分今はお酒営業してないかもしれない。下に参ります。はい、お名前、年齢、性別。お部屋っていっぱいですか？結構隣とか、今日は女性の方は比較的今待っているような状況ですね。あ、そうなんですね。はい、チェックイン完了。これさ、安全の女性専用フロアなんて、この鍵がないとエレベーターで上に行けへんから、すごい安全安心やな。おー、すごい新しくてピッカピカなんやけど、早速これでファーストクラスの部屋に行きたいと思います。部屋に行く前のこのワクワク感がたまらん、めっちゃ楽しみ。3000円はすごくない？ちょっと静かすぎて多分誰もおらんねんけど、今、午後の3時なんで。信じられん、最近はこんな感じのホテルもあるんや。なんとテレビがあって、鏡、図鑑、ライト、ベッドもめちゃくちゃ下から降ってきたアメニティたち、広い。でこれがタオル専用の部屋着で、ここはなんと3000円のこんなカプセルホテルやのに大浴場があります。すごい。早速ちょっと着替えてお風呂入りに行こうかな。
ちゃくちゃ綺麗。本当に新しい、できたばっかりなんかな。あ、すごい、アイロンとかドライヤーもある。女性に嬉しい。あら、ちょっと夜行バスも疲れたし、ちょっと撮影今日で3本目なので、ちょっと一風呂浴びに行きたいと思います。1階下の7階にあるらしい。カプセルホテルに大浴場って。作業も一段落したので、もう7時か。ちょっとご飯買いにコンビニに行きたいと思います。ということで4時過ぎ起きで、成田遠いな、毎回思うけど1時間半かけて、今6時半かな、7時半のジェットスターの関空行きで大阪に帰ります。
いやなんかファーストキャビンのファーストクラス部屋、アゴだとかブッキングドットコムでよく宿は取るんやけど、なんか今回に限っては結構あの公式サイトで3月のキャンペーンしたんで、なんか普段はもっと倍ぐらいするらしいので、大阪もあったわ普通にファーストキャビンなので、各都心部に来る方はぜひ参考に利用してみてください。私が着てるバケットリスト、オリジナルブランドの商材とか、私が使ってるクレンジングとか、なんかいろいろと載せてますので、 SNS なり概要欄チェックお願いします。近々このアパレルブランド1周年記念ということで全国ポップアップしに行きますので、お暇な方ぜひ遊びに来てください。では最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。